最新の技術と一つのゲームセンスがちょうどいい具合にバランスしているものが自分の作りたいゲームなんですよ。でこれが僕のスタイルなんですよ。自分なりにはそのなるべく自由な空間を子どもたちプレイヤーたちにあげたい。その頃のゲームってのはこう車と車とかバイクとバイクが触れるとすぐ爆発したんですよね。で僕は実際のバイク乗ってて接触しても何も爆発なんか起きないしね。だからなんかねやっぱりもうちょっとリアリズムを追っかけたものが欲しいな。最初の企画が垂直離陸のハリアーっていう実際の戦闘機あるじゃないですか。であれでなんか地上をダーッと撃つようななんかそういう企画だったんですよ。その飛行機だったらこういうふうにバーッとこう動いてバーッと動くとなんか嘘っぽいじゃないっつってSF だったらこういうふうに動く乗り物なんだよって言って終わりでしょ。キャノンボールランっていうのが映画であってあれゲームにしたら面白いかなって思ったんですよ。憧れのフェラーリをオープンでしかも片手運転ドライブを楽しむレーシングゲームじゃないですよね。あれドライビングゲームですよね。トップガンこれをゲームにすると面白いかなって、ね、第二次世界大戦当時の
あのプロペラ機、あの頃のやつはこう正面機での戦いもあるし、ドッグファイトもあるし、一番楽しいんですよね。ただかっこいいのは F14 だったり F18 だったりするんですよ。だから F18 の格好で中身は第二次世界大戦当時に持っていくと、とりあえずそのリアリティとか遊びも一応カバーして。なるべく嘘やりたくなくって、その本当にみんなが遊べる状態に持っていくには嘘の量が多くなっちゃうんですよね、フライトシミュレーターっていうのは。だからフライトシミュレーター系のものをやった反動で自由度の高いパワードリフトみたいなのは、やっぱりそれに逃げっていうのか精神バランス取るためにそっちに行きたくなるんですよね。G ロックの頃っていうのは他社が先駆けて 3D でやってきてるわけですよ、ポリゴンで。その当時 G ロックっていうのは 3D のハードじゃないんですよ。結局ミサイルなんかは僕がレンダリングの部分と 3D の部分を書いて、だから僕のプログラムで書いた絵を使ってましたよ。昔のサスペンションがグワグワな車の方が車らしい動きするし柔らかいし、今の F1 よりよほど楽しいですよね、運転すると動きが分かりやすいから。だからバーチャルレーシングっていうゲームは F1 の服を着せたクラシックカー、まあ、いくら言うだってさ、ストリートファイターの上行くなんていうことはそんなことはないんだからみたいな話があったんだけど、たまに誰かにやらせますよね。そしたらね、その人がね、あの操作しててね、いてって言ったの。あ、これこのゲームなんかあるっていう感じですよ。60分の1秒でシーケンス回そうと思ってもスピードアップじゃなくてアルゴリズムの方に時間割いてるから、どうしてもね60分の1秒でできないんですよ。だから1は30分の1秒で我慢して、その処理時間は少し甘くしていろんなチャレンジの方に時間を割いたんですよ。で2はもう簡単ですよ、あの我々で言う60分の1秒でやってのけよう。ハードが変わって、技術が変わって、ソフトの力も変わって、スタッフも変わって、そうなるとできることが毎回違ってくるんですよ。だから結局はあの人間のやることをシミュレート完全にできるなんてことは一生ありえないと思って、そこを追求しだすとエンドレスなんですね。ウィザードリーとかウルティマあたりから RPG って言われ出したのかな。そのゲームがね、まあマニアックだったんでしょうね。日本ではなかなか受け入れられないと。その中であの日本向けにある程度進化したのがドラクエであり、その影響を受けて FF なんかもできてきたと思うんですよね。でこれが僕の中で RPG のその一つの流れだと思ってるんですよ。だから僕が学生の頃なんかは肌合いの、自分にとって肌合いのいいものがそのマッキントッシュだったりアップル時代のそのアドベンチャーとかロールプレイングと言われるものだったんですよ。あの辺の流れを組んでその素直に進化した形のものを自分が作ってみたいなっていう気は昔からあったんですよ。その機会が訪れたっていう感じでしょうかね。だから僕なりの RPG っていう言い方ができるかもしれないし、あの僕の認識と周りの認識が RPG に対して違ったりしてますから、あえてあの RPG と呼ばない方がいいのかもしれない。
今回その RPG っていう言葉じゃなくて違うジャンル名のちょっと考えました。これがフリー、 FREE ですね。今までのゲームよりもずっと自由だよ、制約が少ないよっていうものをやってみようということで、フリーと言えるんじゃないのかな。フリーっていうのは頭文字を取ってフルリアクティブアイズエンターテイメント、エンターテイメントというのは娯楽ですよ。フルっていうのは完全とかまあフルスケールのフルと一緒ですね。リアクティブ、リアクティブっていうのはその完全に反応するっていう意味ですね。アイズ、目のことですね。目は左右で一つの対になってますし、現実と超現実もしくは仮想現実だったり過去と未来だったり、その一個だけではやっぱり語れないと思うんですよ。表裏一体みたいな形で必ずこうペアを成して双極にあるものが混在して、それが結構いいバランスでまとまってる。でもう一つの意味は合図っていうのが人間の機能の中で一番繊細でセンシティブでデリケートで、すごいこう全域反応する非常に繊細な目を持つフルリアクションのそのゲームですよ。ごく一般のユーザーから見ると一つ前の僕の作ったゲームって一番印象に残ってるはずなんですよ。だから今僕はバーチャルファイターの鈴木優なんてよく言われるんですよ。ドライブもやったこともあるし、本当は違うゲームもやるんだけども、どっかでファイティングゲームのイメージ強いんですよね。だからバーチャルファイターっていうのはある意味マニアックだったり、その非常にクリティカルなっていうか、その微妙なこうタイミングを要するそのファイティングゲームじゃないですか。一言で言うと難しいタイプのゲームかな。そういったゲームにしちゃいますとね、やっぱり世界の子どもたちが共通にできなくなっちゃいますよね。大事なのはストーリーを伝えることだったり、その世界観を伝えることだったり、そのメッセージを何らかの形で伝えていくことになるわけで、そのゲームの操作性が難しいがゆえにゲームをすることを断念されて、それでその伝えたい我々のメッセージが途絶えるっていうことが一番怖いことですね。だから広く多くの人に遊んでもらいたいので、世界共通の題材なんですよ。内容的には愛とか勇気とか誇り、その家族は誰でも大事じゃないですか。世界各国友情もまた大事だし、恋愛もまたあるじゃないですか。すると世界共通のテーマっていうとやっぱりその辺になってきちゃうんですよね。愛すべき友を持てっていう一つのメッセージがあるわけですよ。今の時代にやっぱり本来の意味の友達とか、その愛すべき尊いものとか、そういうものがそういうものをしっかりと受け止めてしっかりと伝えるもの、そういうふうな物語にできたらいいと思ってるんですよ。思いをゲームの中に詰め込んでるんですよ。僕の思いもあるし、いろんなスタッフの思いがたくさん入り込んでるから、一生懸命こう封じ込めてるんですよね。友が大事だと、それが一番大事だよっていうことが何らかの形でその言葉の壁と国籍の壁を越えて、そういったことが子どもたちに伝わっていけばですね、幸いかなと。精神的にゆったり感じる部分をゲームの中にも入れたいわけですよ。ちょっと茶化してる面もあるんだけど、ウィットを込めてですね、ゆったりたっぷりしっとりと大きめで多めでっていうのを次のゲームの中で表現したいなと思ったんですよ。世界観っていうのはきちっとしたものじゃなくて、その
必要な世界観よりも一回りか二回り大きめのものを用意してあげると、全てにおいて、そういうコンセプトですよ。今までのゲームで使われるよりは一人でも多くなんとか人を出したいな、その中からその何人かがその影響を与えてくると。だから影響を与えないタイプの人も必要だろうということで、なるべく多く作りに入ってますね。発売までには500体ぐらい の 3D のモデリングを終了する予定なんですよ。でもう一つ、ゆったりたっぷりしっとりからちょっと考えられるのは、広大な世界と同じく深いこう歴史の深みとかって、そういうふうにも取れるんでね、広大な感じと深さっていうのを併せ持つ中国大陸へのロマンって言ったら変なんだけども、中国を題材にしたいなと。曲だけまず作って何も語らずに一つの曲に思いを全て込めて作ると、でその曲だけ聴かす、企画の人に、シナリオの人に、で自由な発想、それからバーッとインスパイアされて出てきますから、それをガーッと集めて、それから構築していくと、いろんな人の意見もらって、で自分の思いももちろん入れていくんだけども、だからある特定の色をつけない一つのいいやり方ですよね。文章化しない、絵も描かない、音楽だけでイマジネーションを高めて一つの世界を作っていく。だからまず音楽を作りましたよね。
ストーリーものだと主人公ってに対する思い入れっていうのは一番 大切になってくるんで、その姿形からその性格が宿ってきたりして、まず最初に形があって、それから思える性格とかそういうことが出てくるんで、あの自分のイメージに近いものを作んなくちゃいけなかったんですよ。で最初はラフスケッチで描いて、正面図と側面図みたいな話になるわけですよ。横で見ていいように描かれてて、正面で見ていいように描かれてるわけで、どっちもすごいいいんだけど、これを 3D のデザイナーに渡しても立体にならない。やってもやっても自分のイメージにいかないんですよ。実寸大で粘土こねて、最後は石膏流し込んで石膏像を作りました。